本日の2試合目ゲームベストプレーヤースラッシャーズ寺口選手、本日2ゴール1アシストの活躍でした。振り返っていかがですか？いや、今回初めて参加させてもらってビアリーグに大変すごい面白くて、ずっと点数取れなかったんですけど、まあ、1点取れればいいなと思ってやつだけたまたま来たから、うん、ただそれだけで、まあ、チームのおかげですよ。いや、3ポイントで、もう5対5の大接戦だったわけですけども、序盤ちょっと苦しんだところがあったんですけど、そこからバンバンバンと中盤から連続得点でしたね。そうですよね。なんかうまい具合にゴール前にポンポンポンと来たもんだから、あと相手はやっぱりうまいですから、うん、たまたま本当たまたま入っただけです。寺口さん、このビアリーグ入るきっかけは何だったんですか？あの進歩さんに誘われてっていうか、お願いして入れてもらったんですよ。いやいや、ホッケーをやっていたけどビアリーグ参加は初めてだったと。そうです、初めてです。スラッシャーズどうですか？いや、すごい、もうベテランの方は多いんで、うん、若いのもいるし、ちょうどいいチームですよ。ビアリーグがいいのは、こう希望者個人で参加した人がこう集まって一チームで作って参加ができるっていうのは結構いいんじゃないですか？すごいいいシステムだと思いますね。初めてやったんですけど、もっと最初からやってればよかったです。最後に、いよいよプレーオフです。最後、意気込みを一言お願いします。いや、僕はまあゴール前に突っ立ってるだけなんで、来たら入れるだけなんで、あとは チームのみんなに頑張ってもらいます。ぜひプレーオフも頑張ってください。本日の2試合目ゲームベストプレーヤー、スラッシャーズ寺口選手でした。おめでとうございます。